小さなお子様からベテランファンの方まで、新しい生活様式に合わせて楽しめるレンタルレイアウト店 TB グループを運営するなゆた工業の提供でお送りいたします。こんにちは、なゆきちです。いよなゆ TV の時間がやってまいりました。今週はこちら昭島店のレイアウトルームから私がピンでお送りする企画です。年の瀬も押し迫ってまいりました。今年最後の放送、またね、みよきちと二人で掛け合いをしながら1年間を振り返っていく企画っていうのは考えてはいるんですけれども、今回はですね、今年最後の企画というか、新年にわたってこのネタで何回か引っ張るつもりなんですけれども、頑張っています大手私鉄の OB というテーマで、私が昔ね、散々世話になりました京王井の頭線を走っていた電車を、現在四国の伊予鉄道という会社で活躍している姿に改造して再現しようという企画をお送りしていきたいと思います。伊予鉄道さんというと、もうね、なんだかんだで100両近くって言ったら大げさですけれども、もう相当な数、もう私たちの世代とその一つ前の世代、活躍していた京王の電車を買ってくれたお得意様でございます。買い取られた車両はですね、八王子市内にあります工場で伊予鉄道の注文に合わせた仕様に改造されて出荷されていくんですが、今回はですね、もうほとんどの車両大体私作ってこう持ってるんですけれども、まだコレクションに加えていなかった3000系車両をベースに伊予鉄道に渡った車両というのを再現していきたいと思いまして、こちらです。このセットを買ってまいりました。はい、こんなセット構成です。実車通りですね、この372編成、実物がね、1両だけ試験的にシングルアームパンタグラフであります PT7110 というパンタグラフに換装しました。その姿が再現されたセットです。京王3000系自体がかなりのロングセラーの車両でございまして、増備年月が長かったのでね、いろいろな違いがあるんですけれども、ほぼほぼ仕様が固まりました第3770編成から第3779編成まで、5両編成10本、このうち両端の先頭車と中間電動車1両合わせて30両が改造されまして譲渡されております。軽量車体で、しかも交代自体もですね、ちょっとマニアックな言い方をすると提灯交代ではなくなって、自配の通し方も改良された、そのタイプの車体なので、大体どれも似たようなもんだろうっていうふうに皆さん思われてるんですが、実はね、これがまた細かな違いがあるんです。はい、それでは詳しく検証をしていきましょうって申し上げましたが、そのためには資料が必要になります。はい、今回使った資料はこちら、怪しげなアルバムが出てきました。はい、このアルバム、私がこうチャカチャカ撮りためた写真を挟んで置いてあるんですけれども、仲間内ではですね、変態アルバムとか盗撮アルバムとかね、私本人はね、写真は記録の芸術であるぐらいに偉そうなことを言ってるんですけれども、仲間内に言わせるとパパラッチなんだそうです。はい、どんなパパラッチかと言いますと、まずこちらはこんな風に、はい、ご覧いただけてますでしょうか。京王電鉄の車両ですね。結構嫌いじゃなかったんで、こうチャカチャカ写真を撮りまして、
すべての形式、すべての編成、すべての車両を1両ずつ海側と山側から撮影している、そんなアルバムです。で当然この中にも今回モデルにする3770編成から3779編成まで、こちらも全部撮影されてるわけなんですが、ここでまず細かいディテールの検証ができるのと、あとは参考書です。もう知る人ぞ知るこれです。はい、これね、これもね、こう本当にね、結構いろんなことがこうわらわらっとこう書いてあって、読み応えがある本なんですけどね。こちらの中にですね、最近のこう鉄道雑誌ではなかなかこう紹介をしていない、こういう置き類のこう形式とかね、クーラーとか台車とかの形式なんかがこう詳しく出ているので、これ重宝させていただいて使ってます。はい、それでは開けていきましょう。オープン。はい、こんな感じですね。もう本当に第3779編成のブルーグリーンの非常に美しいラインが綺麗に再現されてます。窓周りの縁のサッシの部分のホワイトなんかも綺麗ですね。そして特筆すべきはここ、このクーラーですね。更新されて新しく搭載された CU711B 型と呼ばれる、この大きなお弁当箱のようなクーラーが再現されています。マイクロエースさんからですね、京王線のこの3000系車両、種類たくさんこうね、製品は出てるんですけれども、3000系の集中クーラーっていうのは何種類か種類がございます。どういう種類かというと、 FTUR375200 って呼ばれるこちらとか、あるいは FTUR260 の401というちょっと冷房容量の大きいクーラーをね、更新して搭載した車両もございます。で、伊予鉄道に譲渡されております。すべての編成はこの CU711B というクーラーに換装されておりますので、まずこのクーラーを乗せてるね、車両セットを探さなきゃいけない。で、一番お手近だったのが第3729編成のこちらのセットでございました。井の頭線で走行をしていた時と違いまして、伊予鉄道線内では3両編成に編成を短縮されています。したがって改造の種車になるのは両端のクハと中間のデハです。3両編成に編成を短縮した際に、伊予鉄道線内横河原型のクハの屋上にもパンタグラフが増設されました。そして中間のデハは VVVF インバーター制御に改造されています。この部分が井の頭線時代と異なる一番の改造の見せ場となるでしょう。そしてこちら、模型は第3779編成をモチーフにしておりますので、外観上の大きな特徴である客用ドアの手掛けが再現されています。そして細かい部分を言うと、車速表示灯と非常灯、上下段違いについています。これは井の頭線の3000系車両の特徴的なディティールで、非常灯と側灯を段違いにすることによって
視認性を向上させるという目的がありました。ところがですね、こちらの写真を見てください。最後に登場した2本、第3778編成と3779編成では高さが揃っています。他の3000系の20番台の車両と比べると他の編成では異なっています。もう一度模型の方をご覧いただいて、この2つの頭部の高さが異なっているにもかかわらずドアに手掛けがついているというのは実はダウトだったりします。今回は車側灯の段違いというのを生かす方向で加工していきたいと思います。続いて屋上です。片方のクハには中間のデハと同じようなパンタ周りの機器を増設していきたいと思います。そしてシングルアームパンタグラフにね、乾燥しますので別にパーツを用意しました。パンタグラフの脇についているランボードと呼ばれるこの作業用の足場のような部品ですが、こちらもね、足があって足の上に板が乗ってるタイプと屋根と一体になってるタイプ、この2種類がありまして、中間車は足付き、先頭車の増設パンタグラフは屋根と一体なんですね。その部分は用を得て的を抑える雰囲気だけを重視したいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。実車の写真と模型を比べて検証交渉するという作業を今回は行いました。こうやってみますとですね、一番ベーシックな仕様の編成を再現するのに意外と手を入れなきゃいけないなっていう部分があったりとか、逆にこれ意外と簡単な加工で、まあ変形機ではないんですけど、あの特殊な仕様のあの編成に化けるなとか、そういうのが見えてくるのはね、まあ、一つの面白さだと思います。そして、まあ、昨今のご時世、私どももこの動画チャンネルを始めてからマスクが取れたっていうことがもうほとんどないんですね。ですので、外にこうカメラを携えて、10日1週間っていうふうにお休みのね、日程を組んで、バカンスだーわーってこう、出かけていくことはほとんどないと思うんですが、今まで逆にバカンスだわーってやって取りためてきたデータや写真、そういったものを模型の方にフィードバックした、そのフィードバックした結果この子たちがどう化けるかっていうね、そういう部分をおうち工作で楽しんでいく、そんな時期であり、そんな楽しみ方もあるんじゃないかっていうふうに考えております。今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。今日も動画を見てくれて本当にどうもありがとう。他の動画も見てみてね。チャンネル登録や高評価、リクエスト、コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。でも、うちのレンタルレイアウトに来てくれるのはもっと嬉しいよね。ああ、そうだ ね。はい、ご予約やお問い合わせはこちらから。はい、ご来店をお待ちしてます。来てね。